ついにグッズが販売されます。そう、今プレミア2回来てるから、あ、これネイバールなんじゃない？ AJ ユナイテッド、ついにネイバールさん登場です。 FP ガチャ。いや、これ FP のネイバールなんてさ、うん、使ったことないよね、今。ない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 。だからここで引くしかないというわけですよ。まあ、Gリーグもちょっと熱くないですか。いや、熱いね。ポドルスキー、ビジャ、うん、そしてドーグラス選手もいるんだよ。いや、ドーグラス、ポドルスキー、欲しい、そしてビジャ、今シーズン引退ですが、じゃあまず J リーグからいきます。いきましょうか。いきましょう。はい、欲しい選手マジで多いよな。あ、ティーラトンか。ティーラトン、ブンマタン、やっぱ、ね、優勝したマリノスのチームから、ま、獲得できたのはちょっとでかいですね、ここ。確かに J リーグスカットスタメンで入れるしかないな。2回目いきます。はい、あれ、じゃあ三浦玄太選手、そう、確かいたと思う。おー、アウェイのユニフォームだから分かんなかった。さあ続いて、え、来ました、普通ユニフォームはアウェイのユニフォームだね。三浦玄太選手も元清水エスパルスですので、元エスパ勢が集まってんのはいいんじゃないですか。さらっそ、はい、出てくるか。で、誰くんでしょう。サンフレッチェ広島、荒木選手、センターバック。早いな、 J リーグ終わるの。いや、そうだね。うわ、もう来たよ。まあ、メッシがもともと98ある時点でおかしいんだけど、確か16ぐらいまで上がりますね、レベルが。総合値がどのぐらいかってことですよ、これ。確かに確かに。うーん、総合値100で、オフェンセンス99、ボールコントロール99、ドリブル99、ボールキープ99とかだね。その辺はなるもんな。で、俺バラン欲しいんだよね、これさ。最初からなんか89ぐらい、90超えてたっけ、やばい。89、メッシ、ネイマール、バラン。うわ、スペインリーグ来たら熱い。行きましょう。やば、来た、やば、いきなり。これもうメッシ FP さ、うん、3回目。今回愛されてるね、FP メッシに。だ、どれ使うかだよ、ね、使うかだよな、ね。だから、歴代の FP を、まあ、レベルマックスにしたときに、自分が一番使いやすそうなやつを使うしかないよね。じゃあもう、あとネイマールとバラン来たらもう。もう一回スペインリーグ。さあ、どのリーグ来るか。え、これ、バーディー？あ、違う。ケイタ？ケイタだ、これ。おー。イングランドだよね。そうだよね、うん、プレミアだから。だってバーディーとかも、あ、だからプレミアも結構多いのか今回。そうだそうだそうだ、ナビゲーター97まで上がるわ、マジで。センターミッドランキングだと2位だ、すごっ。え、しかもスキルめっちゃついてるぞ。ラスト、個人的にはまあネイマールはもうこれ取るしかないと思うんだよね、うん、バーディー、あれ、ケーター、あ、バーディーだ。あ、バーディーめちゃくちゃ速くない？でも速かった。うん、ジェイミー・バーディー来ました。年齢32でこのスピードってあんまりないよな、すっごいな。俺ディフェンスセンスが60あるんだよ、これ。フォワードで60ってあんまないよね。チェイシングとかついてるのがね、やっぱついてますね。強っ。スタミナ88もある。終わってしまいましたが、まあ、メッシ取れました。いや、そうだね、メッシ、ケーター、そしてバーディー。悪くはないですね、全然。いきますか。いきましょう。バラン当てるまでリセマラね。いやー、ドーグラス欲しいよね。やっぱせっかくさ、試合を間近で見て、あのシュートも見れたしさ、うん、確かに。J リーグアウォーズのなんか賞、あのシュート選ばれてたよ。いや、だけどあれは選ばれてもおかしくないもんね、マジで。決定力上がってるもんね、8も上がってる。もう当てちゃってくださいよ、ドーグラス先輩、そろそろ。だって縁ないよ、ね、AJ 君がさ、モデルになってんのってさ、うん、ドーグラス先輩なんだから。おい、お、ビジョン、ビジョン来た。よっしゃー。え、ビジョンの FP は去年はあったよね。あったよね、うん、うん、今回ないわ。よし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 、おー、これはいいですね。いや、幸先いいな。ありがとうビジョン、やりたいわ。ありがとうビジョン。そうか、だけどもう言ってもう38歳なんだね。ね、でもすごいよ ね、 ちゃんと結果出してやめるのはかっこいいな。さあ2回目いきます。はい、いや、頼むよ、来いよ。もう最近 FP 行くから楽しみでしょうがないんだから。
すごいな。あれビジャですだよね。ビジャ引き、2回目のビジャ引き、ビジャ引きしたか。じゃあ3人目期待しちゃうな、これ。そうしたらもうトレーナーしかないんだって。いや、まあまあ2体目まだ嬉しいけど、まあでもこの時点でもうトレーナー1人は確定ですもんね。いや、もう確定ですね。あとアポドルスキー来てほしいね。うん、ポドルスキーかトムグラス、さあ来い。あ、お、小林優優選手ですね。いいね、俺通常は持ってるけど。いい、だって通常のやつでも普通に使ったもんね、俺ら使ってた。うん、いや能力高いよ、スピード瞬発速いな、決定力87、いや結構いいんじゃないか、ビジャも引けたし結構良かったね。でもビジャダブルからの小林選手はやばいね。いや、でここでバラン、ネイマール、ちょっとケータ欲しくなってきちゃったんだよな、あんだけ強いっての見ちゃう。ケータいいよ引けてーな。俺ケータいるじゃんって言ってたけど、うん、すげえな、な能力見たらすごいわやっぱ。あ、俺もイングランド来たか。あれこれ、あ、マルシャルか。マルシャルも通常は持ってるけど31まで。さあ能力、うわやっぱスピードタイプだね。うん、オスパサブ入ってるわ。おこれはいい。続いて2体目引いていきます。お、あ、アイングランド、あ、リザか。いや一瞬同じかと思ったけど違った、背番号違ったもんね。うん、レベル38まで早い。右サイドの99-99はもう、え、これレギュラー入りかもしれないぞ。おい、しかもワンマークちゃんついてるし。そしてラストか。うわー、ネイマール来てくれ。イングランドになっちゃったらもう来ないもんな。そう、今プレミア2回来てるから。あ、これネイマールなんじゃない。ネイマールだ。あ、これネイマールなんじゃない。ネイマールだ。これネイマールだ。ちょっと待って、違う。あ、デパイ、デパイか。ネイマールかとマジで思った。今の俺らのネイマールだっていう間近をね、恥ずかしくてしょうがないわ、もう。あ、これネイマールなんじゃない。ネイマールだ。あ、これネイマールなんじゃない。ネイマールだ。あ、これネイマールなんじゃない。ネイマールだ。あ、